はいどうも、今回はリーバイス505のご紹介です。505といえば501と並んでリーバイスを代表する超定番のモデルですよね。でも今回ご紹介する505は暑い夏場でも快適に着用することができるクール機能素材のモデルです。薄手で軽量かつ履きやすくストレッチ系の素材のようですよ。それでは見ていきましょう。まずはパッチですね。パッチはこんな感じですね。今回はミッドブルーというカラーを選びました。加工された色落ちで蜂の巣になっていますね。シルエットは膝にかけてまっすぐ伸びた王道のレギュラーストレートです。通常のリーバイス505そのままって感じですよね。パッチは紙ではないようですね。これは革なんですかね。そして赤タブですね。リーバイスの文字が入っています。続いてフロントです。加工されてひげ落ちしていますね。パッと見では通常の生地と全く区別がつかない感じです。裾はチェーンステッチになっていますね。チェーンステッチなので裾の部分は味わい深い色落ちが生まれそうですよね。内側には品質保証書のギャランティーチケットが付けられていますね。内側のセンター部分にクールのマークが付いているのが通常版との違いですよね。リーバイスプレミアムのタグも付いています。これはベトナム製ですね。それでは履いた状態でも見ていきましょう。サイズ感はぴったりですね。通常履いてるジーンズの大きさと同じ大きさで大丈夫かと思います。実際に足を通してみるとわかりますが、さらっとドライな履き心地で真夏の蒸し暑さにも耐えれるような感じがします。低音質の軽やかさとストレッチ性も相まって完全にストレスフリーですね。通気性の良さもしっかり感じられますよ。手で生地を引っ張ってみると若干伸びる感じがしますね。バイクにまたがるとこんな感じで、またがるときにも窮屈感がないですね。裾の長さもちょうどいい感じで、まあバイクに乗るのであればもうちょっと長くてもいいかなっていう感じはしますよね。本当ね、履き心地がいいんですよね。これから夏に向けて履くのが楽しみになります。ここ最近はね、夏がとても暑くてジーンズなんて履いてられませんでしたが、今年の夏はこれを履いてみようと思います。デニムの素材はカジュアルな要素が強いんで、夏でも履きたいっていうことがあったんですけども、今までちょっと暑くて履けませんでしたからね。今年の夏はこのジーンズを履いてバイクに乗ってちょっと涼みたいと思います。はい、今回は暑い夏場でも快適に履くことができるクール機能素材モデルの505のご紹介でした。今回ご紹介した505の詳細を概要欄にリンクを貼っておきますので、興味のある方は見てくださいね。ではまた。